浜ゆっこです。ひでゆくです。今日は楽天の解約についてお話ししますの巻。はい、楽天でまた大きな解約があります。それは楽天証券のクレカ積立がついに解約してしまいます。ついに来てしまいました。去年の終わり頃に保有に対するポイントが実質なくなるという発表がありました。ただ保有に対するポイントは微々たるものなので、クレカでの買い付けに対するポイントが 1% もらえている限りは楽天を使う意味はまだあると思っていました。そうしたら今回このような解約が発表されました。信託報酬 0.4% 未満の投資信託を買う場合は還元率が 0.2% になります。こちら9月の買い付けから変更されます。正直 0.2% はやばいです。信託報酬 0.4% 未満というのはやっている人が多いと思うインデックスファンドは 0.4% 未満になります。ですので多くの人が還元率 0.2% になってしまいます。ということで僕は SBI 証券かマネックス証券に変えた方がいいと思います。ただ今年積立 NISA の枠で買い付けを行った人は今年の変更はできません。来年から変更ができます。で、来年の変更は今年の10月から変更の手続きができます。ですのでやりたい人はちょっと先になるんですけど、今年の10月に申し込むようにしましょう。一応今年の12月までは対応策があります。それは楽天キャッシュを使った積み立てをすることです。楽天キャッシュを使った積み立てが開始するみたいでして、それに伴ってキャンペーンが開始します。そのキャンペーンを使えば12月までは還元率 1% にできます。ですのでクレカ積み立ての還元率が 0.2% になってしまう9月から12月は楽天キャッシュを使えば OK です。で、来年の1月からは SBI 証券かマネックス証券に乗り換えるのがいいかと思います。ちなみに僕も浜ゆっこも SBI 証券に乗り換えようかなと考えています。 SBI 証券は年会費永年無料にした三井住友カードゴールド NL を使うのがいいと思います。 SBI 証券は使うクレジットカードで還元率が変わってきてこのようになっています。三井住友カードゴールド NL を使えば年会費無料で還元率が 1% になります。普通のノーマルカードでも還元率は 0.5% になって、9月以降の解約した楽天証券でクレカ積み立てをするよりかは還元率がいいです。マネックス証券は年に1回使えば年会費無料になるマネックスカードでクレカ積み立てをします。実質年会費が無料で還元率は 1% になるので、マネックス証券も結構いいと思います。保有ポイントは SBI 証券よりかはもらえないんですけど、一応もらえます。僕は三井住友カードゴールド NL を持っているということもあり SBI 証券にしようと思います。浜ゆっこは三井住友カードゴールド NL を持っていないんですけど、まあね、僕と同じにした方がいろいろと楽かなと思って浜ゆっこも SBI 証券にしようと考えています。で、解約はまだあります。はい、楽天の SPU が解約します。こちらは4月から適用されます。今までは楽天証券で500円以上のポイント投資をしたらプラス1倍でしたが、こんな感じで2つに分かれます。まずどちらもマネーブリッジの設定が必要となっています。ただこれはやっている人も多いと思うので大丈夫だとは思います。で、そのマネーブリッジの設定をした上で3万円以上のポイント投資で米国株式を買ったらプラス 0.5 倍、3万円以上の投資信託を買ったらさらにプラス 0.5 倍という感じになります。今までクレカ積立で5万円を積立していた人は4月からは投資信託の分のプラス 0.5 倍しかもらえなくなります。ということで明らかな解約ですよね。今回の解約どうだったでしょうか。楽天 SPU の解約も結構ね、大きいとは思うんですけど、それをどうでもいいと思わせてしまうくらい楽天証券のクレカ積立の還元率の解約はやばいかなって思っています。楽天証券は使いやすくて僕は結構好きなんですけど、今回の解約はそれでも乗り換えた方がいいかなって思わされるくらいの解約だったかなと思います。できる人は来年からは SBI 証券かマネックス証券がいいと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。これじゃあ楽天証券使うメリットが全然ないじゃないですか。いや、ほんとないんですよ。最悪ですね。はい、使い勝手がいいっていうくらいですね。で、少しポイントがもらえるっていうくらいじゃないですか。はい、というわけで今回は楽天証券の解約についてお話ししました。浜井こと秀幸がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。